石原産業株式会社は大阪府大阪市西区に本社を置く大手化学メーカーである。主力工場は四日市市石原地区に滋賀県草津市に中央研究所を持つ。創業者の石原博一郎により1920年に南洋での鉱山開発を目的とした合資会社南洋工業工師大阪に設立したのが始まり。 その関連産業に従事していたが終戦により海外拠点を創出以降は日本に残った工場をもとに科学企業として事業を続けている主力製品は二酸化チタンでそのシェアは日本国内では1位世界でも6位を占めている収益の中心は農薬事業であり自社開発した農薬を世界中で販売している近年は医薬品にも 事業展開している。大臨会の会員企業である。今も残る奇襲鉱山後四日市全息の被告録,録。企業の一社で有罪となった。四日市全息が問題化していた1969年には、四日市港に共産性溶液を垂れ流していた、石原産業事件。2005年には、フェロシルトの大量不法投棄問題を引き起こした。また2008年5月。 一連の社内調査により、数件の不正を公表した。主な不正の内容は、下記の通り。経済産業省は、ホスゲン無届製造が、蒸気法律に違反する疑いもあるとみて、対応を検討していたが、5月30日、違反が行われたと判断し、三重県警察四日市南警察署に、刑事告発した。これを受け、三重県警察は6月2日、 本社及び四日市工場の家宅捜索を実施した。その結果、2009年3月18日に罰金30万円の略式命令を受け、その責任を取る形で四日市工場の工場長が3月末で辞任した。また、フェロシルト不法登記問題に関連して、同社と株主3人が同社の旧経営人並びに元工場長の遺族らに対し、 同社に撤去費用などの支払いを求め訴訟を提起。2012年6月29日に大阪地裁は485億8400万円の支払いを休憩ンらに命じた。ありがとうございます。